お疲れ様でした。すいません、試合終了直後。でした。どんな気持ちで今日を迎えたんですか。いや、まあ特にもう前回と一緒で、まあ中ゴールでもありましたし、タイミングになる中継ぎが控えてるので、なおさら昨日も若手というか、まあショーターと若手で頑張ってしのいでくれたおかげで、やっぱ中継ぎも昨日。まあ、勝ちパターンとか使わなくて済んだので、
やっぱそういうのはやっぱ1試合目からそういう流れも来てたと思いますし、なんとか自分の仕事はできたかなと思います。こう、まあ、昨日の試合見ててなんかこう思うことはあったんですか？まあ2つ目で決めれたら一番良かったですけど、そういうなんていうんですか、もうここまで来たら疲れとか、なんかそういうもん次元の話じゃなくて、もうどれだけ勝ちたいかっていう思いだと思うので、そういうのを自分の中で奮い立たせたのは、ファンの人も本当にすごい応援をずっとしてくれてたので、そういうのをやっぱ肌で感じて、よし、明日この場でやる、まあ、最後の方の時に、まあ、ずっと投げると思わないとやっぱ準備できないので、まあ、最悪のパターンを考えて、まあ、3つ目いっても絶対勝つぞっていう、そういう自分のモチベーション上げるために最後までちょっと試合はカメテレビじゃなくてしっかり現場で見た方が、うん、なるほどね、はい、普段はだってこうちょっと中継で見たりとか、まあ、コンディションの部分を優先して中継で見たり、まあ、なんか生で見てるのって珍しいなと思って、前日のケアも終わって、まあ、すぐも帰ろうと思えば帰れたんですけど、まあはい、なんかそういう雰囲気をちょっと味わいたかったので、今日大歓声の中でのマウンドとなりました。ファンの人たちの応援についてすごく感じることはあったと思うんですけど、いや、どうでした？本当に多分ホームじゃなかったら勝ててないと思えるぐらい、やっぱ2位でホーム開催できたことが絶対今日の勝利につながっていると思います。なんか360度応援してもらっているような感じで、いや本当に痺れました。特に小木さんの時のバックホームさせてもらった時とか、やっぱちょっと足し、なんかなんていうんですかね、なんか地に足がついてないような球場の雰囲気で、妻と粘れたかなと思うので感謝しています。ありがとうございます。次は敵地に乗り込んでのファイナルステージになりますが、最後一言。それは絶対勢いは今一番ついてるはずなので、シーズン中にだいぶゲーム差開かされてしまったので、もう本当に当たって砕けを精神じゃないですけど、みんなもう本当にそういうつもりで戦っていると思うので。でロッテの一番の売りはやっぱみんなでまとまって一致団結して戦うことだと思うので、はい、皆さん有給を取って、はい、大阪に有給余ってると思うので、はい、大阪に来て、はい、ファンの人と選手で一致団結して一個ずつ勝ちに行きましょう。ありがとうございます。頑張りましょう、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。パワーありがとうございます。皆さんで大阪乗り込んでここに帰ってきましょう。さよなら。